宣伝動画出してね。今日4月の4日です。2002年じゃねえ、タイムスリップしちゃった。2024年、2024年だよね。合ってるね。全然やってねえ。今俺の自分の会社はもうどん底だ。どん底っていうか最悪だ。最悪じゃないか。今いい感じか。動画だけ出してないけど、チャンネルは残ってるからね。やばいよ。30個か40個ぐらい投稿が、投稿、50個ぐらい、40個か30個ぐらい投稿しないと、今日の分なんない。やばい、えぐい。それが原付きの動画を20個ぐらいあげる？相当データ食うよ。なんか現実を知るよね。やだな、すごいやだ。現実をなんか知るわ。めっちゃやだ。原付免許を持っていれば自動二輪車の運転が可能である。人の乗り降りのために10分停止した場合、停車に当たる。まあフェラーリで、まあ彼女を、まあある場所まで来たね。で、なんか待って、今日動画撮る気分じゃないな。ねえ、もうだる。え、もう正直に言っていい？もう何もしたくない、だるい。ああ、でもみんな待っててくれてるんだもんな。うわ、マジだるい。なんか何もやる気起きない。そういう時ないかな。みんなあると思うんだもん。ちょっと待って、この頭痛くなるの言い訳なんだよね。本当に頭痛いんだったらさ、お腹痛くなったりさ、頭痛がちゃいそうやん。これただの言い訳。
ごめん、もうこれで終わりにするわ。きつい。はあ。ちょっと待ってみます。格安航空券を予約取り。浮いた浮いた、なになになに。違うかね。やばい。ちょっと慣れてきた。まあ当たり前だね。今日は車に乗ってる人が聞くためのあれかな。やばい、マジでなんだろうこの感じ。ちょっと待って、ね、どういうこと？人の乗り降りのために10分停止した場合停車に当たる。やべ、周りがうるさくて集中できねえ。ふぅー。停車でしょ。10分乗り降りするんでしょ。やばい、原付も全然忘れちゃってる。もうこれは簡単だね。これも簡単だね。人の乗り降りのためでしょ、だから停車でしょ。これも分かった。こいつか。今日のネタはこいつだ。言い訳なんだよね、このなんか頭がずしん、なんかぼーっとする感じ、眠くなる感じ、これ言い訳、ただの頭の錯覚。で本当になんか頭が痛かったら気絶とかすると思うし、ただの言い訳だこれ。いやでもね、多分これ言い訳で言ってるけど、めっちゃ疲れてるな脳は。だからめっちゃ睡眠はめっちゃ眠くなると思う。めっちゃ寝ると思う多分。
フェラーリで展開するだろう。何方法って、あ、時期か。30メートル手前、展開する時の合図と右折する時の合図は同じである。展開途中で抜けること、右折、あ、同じだな。うわー、ふわんふわんふわん、みんなめっちゃ、これだけで頭痛いってやばくない？眠くなるってエグい。あ、深呼吸すると吐いて、あ、吸って、あ、吐いて、吸って、一気に吐くと、深呼吸して一気に吐くと集中モードに入る。やってみて。